小学生の時に親がトライアスロンをやっていたので僕もトライアスロンをスタートして、そこで自転車が最初からすごく速くて楽しくてから自転車をスタートしたきっかけになると思います。2014年のアジア大会、韓国のアジア大会がオムニアムでアジア大会初めて優勝できたんですけど、その時の表彰式にセンターポールに日の丸が上がって君が代が流れている、そこの時間がすごく良かったですね。辛かったのは2016年のリオオリンピック選考地が一番僕にとって辛かったです。その時はオリンピックに出て活躍する自分を思い浮かべて日々のトレーニングや生活を過ごしていたんですけど、そのオリンピックに挑戦することさえできなくなってしまい、その僕の想像する頭の中で想像するイメージを超えてしまったのでキャパオーバーになってしまって、どうしたらいいんだか分からなくなってしまって辛かった思い出があります。はい、やはり人生っていうものはへこたれたりいろんなことがあるんですけど、それにふてくされているとこじゃなくて立ち上がらないことが一番いけないことだって気づいて、ヨーロッパでのロードレースを経験したり、最終的には日本で競輪選手になりたいということで競輪学校競輪選手に挑戦しました。僕の夢は自転車がすごく好きなので、それを見る文化っていうのを作りたいなって思っています。その一つの方法として今はオリンピックがあって、その舞台で活躍することによって見てくださってる観客の人々に感動が与えられて、自転車っていうものをもっと面白いものだっていうのを認識してもらえたらなっていうふうに思っています。オリンピックではオムニアム金メダルを目指して走っていこうと思っています。